名前の方だから。けど病弱な女の子、男子は好きだもん。あれは病気なのだろうか。やっぱり中学生のだから話していたの。うん、ああ違うわ。何よ、右、全く私も思いもしないのかしら。そう、ありあげる。お前ドロイタと言うべきね。高精神を立ち上げることができたなんて。戦場ヶ原、移動しましょう。あなた、すいよ、私みたいな。どの部位を。え、あながいしないでね。随分な変わり者。うん、戦場ヶ原ひたぎです。戦場せあカタカナ発音は他交換は銅 40g、 悪意97kg で私要素が抜け。あの子は一体。いや荒木君、忍野忍と名付けてみた。あの子は一体何なのよ。だから何でもないってば。そう、何でもない。助ける。自分で。うん、九州。まお嬢ちゃん、被害者面が気にく。ただそこにいるお嬢ちゃんが何かを実現しないんだ。え、もっともそこも乖離するつないけれどね。とにかくいいよ。はまってしまって。言いなさい。そは助けてくれるというわ。まって言うなら。じゃあそうだ、僕の。そうだっけ、払える。もちろん。もうしつば。それは本当。書いて羽川さん。私はとっても美味しいのよ。うん、ふん、言ったろ、相手は神様なんだよ。だから退治するのではなく、今から僕たちはね、神様にお願いするんだ。が必要だ。ここの戦場ヶ原ひたぎ、私立直江津高校、7月7日、夢の。お母さんが。はい、でもはっきりと見えき。こっちだ。ほらもう、せっちゃ。食べに。星野さん。うん。うん。でしまうことは起きた。ところで、嫌いな人でも、お仲が悪い人でも。そんなことだから。して。見せたかった。別に。それだけでいいと思うぜ。押野さんには料金を支払。これからな。荒木くん、私は荒木くんのこと。そういう戦場ヶ原は。ゆか、なんだこの状況。友達。当たり前よ。肯定しや。私としてはもっと個人的。いえ、あの、申し訳ないけれど、このような交渉が成立してしまったら、僕たち童貞だもん、やりまくり。あら、何かあるの。いまいち力になれそうもない。シスターズだものね。通り魅力。大凶ばっかり引くって言いたいのか。まさか、それはすごいことじゃない。っていうか美味しいことじゃない。荒木くんのしょぼさというのはね。それとも愛情の裏返しってやつなのかしら。案外荒木くん、シスコンだったりし。あ、ギリで。この程度の軽口でおたおたと。軽くないじゃん、お前の言葉。本気を出すと変身。そういうリアクション。微妙な物言いだよな、それ。今度はどんな罵倒が僕に浴びせられるのかな。無理やり褒めてんじゃねえ。それはもう諦めてる。卒業できれば。普通にしてりゃできるよ。じゃあそうね、彼女が欲しいとか。欲しいって言ったらどうなるんだ。みじんでも迷ったのか。あなたのことが嫌い。何をするんですか。いや、おまらに小読みって言うんだ。小読み。女臭いです、近寄らないでください。私はです、私は言います、大切なお名前です。では人畜さんとなられます。なら迷子なんだろ、この程度の。ああ、暗い。はぁ、あ。
なんだ。あ、お前。いえ、私。あ、は？じ。へえ、PT。荒木さんみたいな何の権力もない。指先人。それは。PTA というのは、あなたが戦学所の場所には行った。ふんだ。話しません。黙秘権を行使します。自分に自信が持っ。へえ、バゲオ。アララギさんに。いや。だが一個多い。ないとは。三回言ってください。いえ、人のの夢を食べる動物、人間ですよ。うまいこと言ってんじゃねえよ。アララギくん。どう。ああ、そ。子供あって。だけど私はショックでショックで。人間であるなんである。責められるもの。何をしている。多分無理だと思います。あ？何度言ってもたどり着けないんですから。八九時。私はいつまでもたどり着けないんです。お母さんのところにはたどり着けません。私はカタツムリの迷子ですから。しない。あ、警戒されちゃって。お前さ。あの、ハチクジちゃん。それに、あっちゃ。いえ、別に今日が。な。だけど。お前も、いろいろ大変だったんだな。いや、小学生女子を2回も殴りつけ。うん、あ、は、ちょっとまあ、暇つぶしっていうか。あは、その子、ハチクジか。あ、あれはで、何でもは知らないわよ。こんに、あなたのことが嫌いです。あれ、うりうり。かわよいちゃん。ね、ごめんなさいわ。できるだけの勉強になるな。お前のお邪魔します。を邪魔するなんて。どうした。でもお前は別に何もしないだろ。よかったんだけれどね。え、どういうことだよ。私はお腹が空いていますよ。それはとも、私はお腹美味しかったです。僕の手は食べ物じゃない。またまたご謙遜を。美味しかったのはマジで僕の血肉少なからず飲み込んじゃってるから。そのあほほう、ゴリッコ。アララギさん？ファーストタッチを奪われてしまいました。そうだ、ハチクジちゃん。このタイミングで言わないでください。顔色が見えません。正直。力任せに迫る。いや、こっちこそ。失礼、神まみた。では、謝る。妹の胸な。だからこそ不安です。お母さんのこと本気で嫌いになっちゃったみたいで、私を。このシャンプーないそうよ、おしのさんに。うん、うん、ついていくか。それでいいという。そんなことならないのよ、アララギ。戦場ガーラ。モイも風化していきました。を見てもそれが私です。で、あ、だから僕にそんなことを思われたくなくて、見えていないハチクジのことを見えているふりをし。そんな悪質な。戻ったら連れて行ってやれるかってことだ。それがどうした。あ、私は前には見えないし聞こえと思ったわ。どうしてか。でもそうじゃなかった。そりゃまあ僕は僕だ。アララギ君。なんだよ。戦場ヶ原でさ。ただいま帰りました。まだ変と思ってね。でも助け、アララギ君。そうね、だからもっとあな、なんていうか。あ、はい。あ、
のツンデレの方ですか。お二人で乳くり合って、あと自殺行為とか言って出るところ、八九時のやつ、状況に即した、そうか決まりが、私はもしかしてあの方、バカだからじゃ、ああそうだ、そっか、やあの子がどうかしたの、あららき、あららきくんってやめろやめろ、さすがやましいところはになんて全く思っていない、僕と筋だ部活を離れて、その前にどうしたのか教え、ああでも友、そう、いやどうしたの、お、あ、いいよ、もちろん知ってるけど、そういう人は、思って追いかけてきたのだけれど、あらそう、けれどそう、じゃあそう、動けるようになる、うん、昨夜のことを謝る、そうでなければ荒木先輩の方がいるというが、そういう類の話だろうか。そうだろう、私、自分で、私は中学時代に、いや、まあこういうことなのだみたいだ。お、全然知らない、荒木先輩が、私はだからっていきなり、まあまあ、いいやつがいた、私はレズ、そう、中学時代に、え、で、昨日言ってた、私にとって、けれど戦場ヶ原先輩は変わっ、高校生になってから重い病気を患ったということは聞いていた、長患いで陸上をやめてしまったことも聞いていた、でもあそこまで変わってしまっているとは思いもしなかった、悪い噂だと思っていた、しかし違った、だってそうだろう、それが、それで、お前、でも一年が経って、荒木町長なんなんと端に見せてくれそうな笑顔でな、でもそれでも、絵はカタカナでいいのか、とはいえなんだの、私はそこそこ可愛い、荒木先輩の攻めを受け切るつもりはある、攻め受け、ん、 BL 知っている、そこで勘違いをしていない、それこそ後輩の女子にさ、そんな話はしていなかったぞ、あれ、贈り物といったところだね、違う、露出狂の変態子、話を戻そうとするな、僕の後輩がめちゃくちゃ可愛かった、もう一番の笑顔で何、いやだから、ああ、どんな吸血、ああ、駿河どいね、まして、はじめまして、おしの、ああ、その包帯かな、へえ、おしのさん、レイニー、そう、あの悪魔となれば、もう戦場が、私は、そう、意識から発生、原のそばにいる僕を、ふん、のなんちゃって大そ、助けないよ、一つは、もう一つは、人間一人殺そうとしてんだぜ、それくらい当然の代償じゃないのか、そばに、そばにいたいだけ、笑うね、あらら、思わないのかい、小学生の時、お嬢ちゃんが同級生迫害を受けたりしたら、その願いの裏には、そして無意識、何の確証があってそんなことを言うんだ、おい、おや、うん、だとは言ってもさ、大丈夫だよ、そもそも甘が、言っとくけど、中に入ったらことが終わるまでもう出られないからね、内側からは絶対に扉開かなくなっちゃうから、いや、頑張れ、切り落とすならいい方法がある、一つくらい、朝飯前だよ、黙ってろ、おし、もういい、戦場、荒木くん、戦場が、とんでもない、戦場が先輩が好きで、ごめんなさいね、大きなお世話、余計なおせっかい、荒木先輩、全てが中途半端。
最初からなかった。もし僕がもっと早く彼女に気づいていれば、このもの今の女の子何随分それだ。うん、お前だってそうなんだぜ。頑張る。え、目いっぱい可愛いれるか海に沈められるか、嫌いな方を選ばせた。最初の1回は逃げってことじゃないか。そうだな。おカンバル、少し疲れた。運が悪い時は大抵お腹いっぱいご飯。その間に僕はこの申し訳ないが仕事の どこかで会った気がするんだよな、あの子。これでよし。カンバル、カンバル、ツイッキが。ああ、効率を求めるならそっちの荒らぎって。真のところである。別に。まあ、ああメイテでさ、ジンジャードっていうのもひょっとして羽川。そう、蛇神神。一応いいのかな。荒らぎくん、私が大変だったねって。そういうことじゃ、そんな言葉でもな。それはこんなかてか、あらら、仲良くしてもなんだそれ。常に裏を読まないんだからね。なあ、うは、びっくりしちゃうんじゃないかと思うから。お、どうした。大丈夫大丈夫、ちょっとでもちょっとごめん、先に帰る。頑張るか。下の妹の給与け、まあ確かに強いぞ。ダオにやぶさかではないが、うん、小読みお兄ちゃん、友達が今嬉しいです。さんの名前はだよ、しばか。さて、それは男友達が男友達の部屋に遊びに来た。しかし荒良木先輩の好みを把握しておくことは私にとって無益だとは思わない。僕にとっては無だ。お前が生きた言う荒良木先輩のあの時店内には僕はちゃんと確認し誇らしげだ。当たり前じゃないかなあ。嫌だよ、助けてよ。人の悪かけた相手は人に扱えるような怪じゃ。そもそもなもいいやるか商法だね。お兄ちゃんどうだった。ああ頑張る。せやあんなに締め付けられて、その我慢してるんだろう。までいや、というよりも素人の術だから。あそこは本来何でもないはずの場所だったんだけどさ、しのぶちゃんがこの町に来たじゃん。カンバル、あの神社で勝負なのか。いけないのがそもその通りだぞ。カンバル、お兄ちゃんって羨ましかった。釣りだって言うには探すことができるらしいんだ。ことだな。あ、そうなった時いっそ委員長ちゃんみたいに全部忘れちゃえればよかった。来るのは無責任だってこと。荒良木君は忍ちゃんを見捨てればいつだって完全な人間に戻れるんだ。いや、そんなはずは。そうか、ジャギリナーが見えてさえいる。戦国にそれにされたというその男の子も戦国を恨んでいたんだ。
ジャグリナー自体は見えないけど推測できる。あれ、荒木先輩、許せ。頑張る。興奮すべき相手を間違えないでくれ。ごめん。赤読みを。それは羽かも。あららぎ、見も知らぬ子供から知ったような口を聞かれたとし、この子あれ、うん、あ、よう、スピードで走り去っていった。弓道みたいだった。やおー。うん。って思わない。まる。わっしゃー。死ぬ。ほら。うん。やみお兄ちゃんは。あいつのせいじゃないよ。僕。うん。だもんね。天才ヘルメットと技術手袋みたいだった。ってくるよね。こよ。ああ、あれか、来た。けれど、に関して許し、でも、なんかついたこと、そのセリフを言えるやつを、そう、対しても優しいやつ、特定の一人というのはいるのだろうか。何くん。あ、ゴールデンウィークのと。ヒット。ハネカ。触り、おするから。サジードレイン、テレビゲームなんかによく出てくる、触れたものの体力に吸収するという。引け回して。忍び、いや、この頃はまだ忍という名前はなかったけど、吸血でも、おい、ハレ、でもお前、あらら、ああ、うん、はい、うん、あーん、うわ、なんだこれ、全然。えい。お前、あれだけ、お前が取って、お、あ、はい、た、うん、違うわね。デートをしていただけませんか。うん、デートをし、何を、いや、何かも、ついて、はあ、どうしたの。だけれど、でも、ああ、私の相手よ、ないの。あら、そう、いえ、いえ、ああ、私のどういうところ、好きじゃないとこなんて、お、どういうつもりなんだよ。戦場、お父さん、何かし、そんなことより、あられ、ああ、
親のお父さん、あなたの息、お前は優しいと可愛いと私が困っている時にはそういえばごほらわたお父さん、てっきりあららぎくんさえま、まい頭のいい羽川さんがして羽川さん、それってあのこともカンバルのことなんだけど、カンバル、あのおしどうするかってすればカンバルのことなのと言ったか、お父さんと、え、下着の母親のことはもう聞いてるね。下着はすでもずいだから下着さんはあくまで一人で助かった。僕はやだが、出来る男なら、ま、お渡せ、おお父さん仕事に勤しんでちょうだい。さあ、ありがとう。戦場ヶ原、いつまでこんな格好で。可愛い子けれどし、うん、違う気になった。大丈夫、敵じゃないぞ。ほら落ち着いてゆっくりと呼吸して。ロボ超人みたいな呼吸音だな。上木さんの彼女さんだ、一緒じゃないからな。あいつは恩人なのに。という話と昨日どこかな。いやーそっりです。それよりじゃあ、あれどう、そんなセリフだある、あれか。でもシャラけあは何うわすかな、うん、そこは思い出した。いいよ、ええよその時。うん、はがきの内容とで、なんはあ、これはいや発刊を借りてそうだ、あらお前に、お前は君のくせに。なんでお、まさか羽川いい、くぇ荒木君、自転車も大変、吸血鬼の特性の一つなんだけど。そうでもないだろ、お前は何でも知な、何でも荒木か、待ってたよ。じゃあどうした、そう、あららぎ忙しくてあんまり時間でもいいよ。あららぎくんならともかく院長ちゃんの一大事とくればある程度の融通は聞かせるよ。元気いいな、しいからね。ちょっとらか手っ取り早い。本人あっ欲情者ぞお前ん、そんなことたまればまた浮き上がってる。一応首に鈴をつけてずつでもまあ17年間だ。メイコ先生は金魚注意報だろうが。おい、前と同じで忍に解決してもらうしかないんだろう。うんだね、うん、忍ちゃん。あらら、最新の注意と人手が必要です。全部一人で何とかしようとするとということも、うん、かよおた、漫画やアニメお前かよ。だい、カンバルするが、カンバルんよ、例に興じているところだ。よそうだそうだけですで、推しの手はいかんぞ。あらら、遊びといえばこの家でともあれじゃあプレサービス、うん、
なぜいる？ゴロニュー。ふん。にゃっはっはっは。さないか。にゃっはっはっは。猫。にゃっ。どうしたにゃ。猫。にゃにゃめにゃにゃじゅうにゃにゃとのにゃらびでにゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃはんにゃにゃじゃいにゃんにゃくにゃらべてにゃがにゃがめ。にゃん？誤解するにゃよ。塾でか。あ、言ってにゃ。だから誤解。普通にやって。そういうことだ。にゃっははこれ。にゃ僕の羽か。じゃあ。にゃん。にゃ隠していないのか。にゃにゃっはっはっは。おい人間、俺は俺とバトった後もいろいろあったらしいじゃにゃいか。ぬえだに。ふん。酒のにゃ。俺らは笑顔立ち感覚で接しられたらにゃったりできるにゃら。できるとしてもそれ吸血ある。なんだよ。あの吸血鬼は次から次に延べつ幕なしにお前が俺らと関わり続けてるのを見ていい気分じゃにゃかった。鈍感。俺のご主人のことを除けばお前にとってあの吸血鬼はいにゃくにゃっちまった方がいいんじゃにゃいのか。だってあいつがき前のこと。いや、その相手と付き合う。むしろ何でもは知らないわ。何でもは知らない。主人にとって理想にも見えただろうに。同級生だった。運命的なものを感じる。ほのかに募る恋心。そして今度は自らの命を助けられ、恋は格違う。さっさちんと付き合ってやればいいにゃ。いや。自分体なのに体ま、しかし、あん、にゃん。いや、その話だよ。旧姉川から聞いたんだぜ。お前みたいなにゃのにゃにひどくやつがいる。ごめん。あー、そろそろ。ん、旧どお前あ、どうやる。お前がいんやか。これでウィークに晴れか。あの、そんな単純な。それに僕は何だってする。抱かれてし羽川が僕を殺せば戦場ヶ原は確実に羽川を殺す。だからそれはとにかく違い。だ、お前。それ来たお前にゃ。だ。だって。そ。か、助けて。しのぶ。それは皮を剥。今泣いたのはない人とのは僕が一人。おい、でも荒々木くん、携帯持ってる？